江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷のスポーツの話題なんですね。サッカーでございます。最弱国と罵る相手に渓谷女子サッカーが負けてリーグ大敗、敗退ほぼ確定。はい、ということでね、それでは記事の方を見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。大渓民国女子サッカーが2大会連続 W 杯参戦全敗の危機に追い込まれた。最弱モロッコに足を引っ張られた。コリン・ベル監督率いる渓谷女子サッカーは30日渓谷時間オーストラリアアデレードのハイトマシースタジアムで行われた2023国際サッカー連盟 FIFA オーストラリアニュージーランド女子ワールドカップ H 組1次リーグ第2戦モロッコと0-1で敗れた。16強進出の可能性が希薄になったためかなり痛ましい結果となった。渓谷は直前の第1戦コロンビア戦で0-2で敗れた。今回の試合敗北で2戦全敗を記録した。無条件に捕まえなければならないモロッコを破ることができず、衝撃が増した。モロッコは H 組の最弱国に挙げられる。FIFA ランキングだけでも、渓谷が17位、モロッコは72位に過ぎなかった。しかも、モロッコは女子サッカー史上初めて W 杯舞台を踏んだチームだ。金がね、騎士だな。しかし、渓谷が異変の犠牲になった。現在、H 組の最強ドイツが1勝得失点差プラス6で1位にランクされており、コロンビアが2位1勝得失点差プラス2に位置している。3位はモロッコで1勝1敗得失点差マイナス5、渓谷は2敗得失点差マイナス3で最下位にとどまっている。同組のドイツとコロンビアは同日午後6時30分、正面対決を繰り広げる。この試合の結果次第で渓谷のベスト16入り挫折が確定する可能性もある。暗鬱な状況だ。渓谷は直前大会だった2019年フランス女子ワールドカップで3戦全敗を喫した。4年前の痛みを挽回しようとしたが、その時と似たような状況に追い込まれた。出発があまりにも良くなかった。同日渓谷は前半6分で失点を記録した。渓谷はチームを整備し攻撃作業も活発になった。しかし数回の好チャンスにも渓谷の同点ゴールは出なかった。それでも数回の失点危機もうまく乗り切り、前半は0-1で終わった。ベル監督が決断を下した。後半開始と同時に渓谷が変化を試みた。 5-3-2 フォーメーションから4-3-3に変換した。攻撃を強化して同点ゴールを入れるという計画だった。後半は確かに渓谷の雰囲気だった。主導権を握って数回シュートチャンスを作り出した。しかし相次ぐ攻撃にもかかわらず、待っていた渓谷の同点ゴールは決まらなかった。相手も賢い守備を繰り広げた。結局渓谷は0-1の敗北を喫した。16強進出の可能性がかなり薄くなった。渓谷は8月3日 H 組最強で優勝候補のドイツを相手にグループリーグ最終戦を行う。もう終わったようなもんじゃんとりあえずあれでしょ、1部リーグ H 組1位のドイツとやるんでしょ。もう無理じゃんっていうかね、最弱言ってますけど、この記事をモロッコの人が見たらどう思うのかね。そういうこと考えないのかな、記事を書いてる時に。いや自国向けだからいいにだとかと思ってんのかな。なんかね、まあそれが警告なんでしょうけど。じゃあですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、1人目。面白いのは72位に負けて有効シュートが0、わら50、0。あれくらいなら男子中学生にも負けそう、37、0。最弱は我々だった、26、0。女子バレーボール、女子バスケットボール、女子サッカーすべて台無しになった、24、0。最弱は渓谷だ、ランキングは意味がない、22、0。脱落の危機ではなく脱落です、20、0。実力が参加することに意義があるレベルだ、17、0。ある程度基本的な実力を身につけないと、16、0。最初から期待してなかった、脱落おめでとう、16、0。
ご両親を悩ませないでお嫁にでも行こう。15-1 それはちょっと言い過ぎな気もするけど、はい、じゃあですね、チャットの反応行きましょう。お嫁に行けと。じゃあですね、上の方から行きますかね。対戦相手に敬意を払えない国って敬国くらいしかなくね。最弱国ってお前言う。おめでとう、モロッコ頑張れ。モロッコそんなに順位が高くなかったような気がするが、人様の国をいいと最弱とか言うなや。少しでも弱いと思ったら傷を広げるほどの物言いするから。 K 代表よりは強いだろ、勝ったんだから。最弱モロッコとかこんな短い一言でも他国を見下してるのがにじみ出てるな、そういうとこだぞ。いや、モロッコは昨年行われた男子 W 杯で大旋風を巻き起こしたの忘れたか。 FIFA のランキング間違っているんだよ。警告の記事らしい。勝者を称える気ゼロ、わらわら。最弱国の下を言ったのか。お前らはいつも上から目線で実力は最低、恥ずかしいと思わんのか。言っても無駄だな。つまり警告が最弱国だってことなのでは。強い方が勝つんじゃない、勝った方が強いんだよ。初めて出場なら実力は未知数ってことだ。とはいえどんな相手でも舐めてかかっていいわけじゃないんだよ。ほんと愚かすぎるな。最下位にとどまっているなん不満そうに書いているんだ。当たり前の位置ですよ。自分らで最弱という国に負けたんやから、警告が最弱という理論になるよね。分かって書いてるんだ多分。あいつらほらへこむときはすごいへこむから、ちょっと崖に立ち尽くすぐらい、へこむときはへこむ。情緒不安定なんですよこの人たち。負けておめでとうって思えるのは警告だけだわ。その後泣くんでしょって思ってる。スポーツでしかも相手がいるのに、なんで計画通りに行くと思うのか。相手がいない計画もまともに進まない警告なのに、わら。ドイツに勝てるわけないやん警告が。おごり高ぶってるのが本当に鼻持ちならないよね。最弱に負けたからさらに最弱ってことに気づかない警告人。もともとスポーツに適性がないんだよ。スポーツマンシップを身につけてから出直しな、わら。まあフィファランクは上のランキングのチームとどれだけやれるかで変わってくるのはそうだけど、試合会場に旭日旗が見えたんだよ。悔しくなんてないんだ。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。